だけだよね。壁に戻してパパ頑張るぞまではあのハスクバーナっていう、インポーターをやってまして、でそこでのプロモーションも兼ねた、形での参戦ってスポット参戦だったんですけど、そこでは本当にあの、まあ、ハスクバーナの良さっていうところもあるんですけど、やっぱりこのエンデューロ JEC っていうところの楽しさっていうのが、まあ、改めてあの楽しい競技っていうのが分かってきたので、まあ、そこで今年、成田明選手に相談してで参戦することになりました。でやっぱりベースとしてはモトクロッサーなんですけど、でそこでいろいろやっぱりエンデューロ特有のコースだったりセクションっていうところで、多少やっぱりモトクロッサーではないようなセッティングになってきてて、今まだセッティング途中なんですけど、だいぶいい仕上がりでマシンは仕上がっています。で乗り込み自体も開幕からするとだいぶ乗り込めてるんで、まあ、体としてはあの開幕よりは良くなってきています。で、まあ、今年そうですね、まあ、第2戦、まあ、始まるところなんですけど、やっぱり鈴木健さんが、まあ、一番のライバルで、まあ、先輩というか師匠というか、まあ、早い存在なので、まあ、まずはそこを打ち負かせるように頑張りたいと思います。タイムをあの競う競技なので、そこはあのミスなく走りたいんだけど、やっぱりタイムを出さないといけないというところで、結構無理するとやっぱり一発のミスであの2秒とか3秒もうあの離されたりしてくるので、そこはミスなく走りたいっていうのはあるんですけど、まずはライン取りっていうところが、ちょっと他の人と違ったりだとか、まあ、ケンさんと違ったりっていうところなんですけど、でそこがだいぶ違ってくるっていうのがあるんで、まあ、一つ一つのコーナーをまずは集中して走れるようなことだったり、あとは基本的にスピードを落とさないようなコーナーラインを通ったりだとか、細かいテクニックっていう切り返しだったりだとか、こう岩をどう攻略していくかとかっていうところで、やっぱり最初はちょっと戸惑いがあったんですけども、まあ、練習していくうちにあのコツをつかんだりだとか、あの他の速い人のライダーのラインだったり体の動きだったりを見ていろいろ勉強したら、まあ、結構いい感じに走れるようになってきたので、そこら辺はやっぱりモトクロスライダーもかなり使えるテクニックがあるんじゃないかなというふうには思います。なので、ぜひ、まあ、モトクロスで興味持ってる人なんかいれば、まあ、ぜひ1回は絶対出てみるべきだと思うので、ぜひ出てほしいなというふうには思います。あと1回、あと1周だって、あと1周だよね。うん、あと1周よし9分あるよ、9分最後シャープだで2位だった時っていうのは、やっぱり自分の体も乗れてなかったりだとか、まあ、ケンさんが特に速かったっていうのはあるんですけど、やっぱ
マシーンを操れなかったっていうところが一番 の、 あの問題点であったのかなと思うの で、 でそういう意味ではやっぱりケイニさんとやっぱり今動画なんかですぐ見る機会があるんですけど、やっぱケンジさんと僕のラインって違ったりしてて、やっぱそういうところを後で見るとすごく勉強になるので、やっぱそういうところでちょっと勝敗というか、25秒差が出てたところなのかなというふうに思います。今後の目標というところで、今年、まずはチャンピオン取ってというところから、まずは第一の目標として、その先というところでやっぱり ISD というところで、行った人の経験だったり、ぜひ、そういう話を聞いたらすごく行ってみたいなっていうのはあるんで、あとは自分の、周りも含めて、ちょっとそういう体制だったりとかもまだ全然不十分なので、そういうところを まずは整えてから、ASD に参戦できたらしてみたいなっていう希望はあります。すごい、見てこれ船じゃん。あ、これ面白いよね、これね、これ面白いよね。間違えてた？スターさんもかなりたくさん、サポートをしていただいているので本当に感謝していますし、でメカニックでサポートしていただいている肥後さんもそうですし、もう周り、家族も含めてすごい、協力してもらっているので、今年はちょっとチャンピオンを取っていきたいなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。俺らしいな。あー。